小生粒糖というものがありますで、アレルギー性ビエなどに使うんですけども今ちょっとある在庫の方も非常に少なくなっていますね札幌市内の調剤薬局です新型コロナやインフルエンザの感染拡大の影響により今一部のジェネリック医薬品や漢方薬の在庫が少なくなっていますコロナの流行が始まってから 糖など風邪の症状に対応した漢方薬が品薄となりましたがその余波を受け今は他の漢方薬の生産にも影響が出て幅広い種類の漢方薬が品薄になっているといいます日によったりあの、まあ、月によって入ってくるものがかなり差があるので、まあ、何とも言えない状況なんですけども一時の時よりも漢方薬の出荷、まあ、調整品目等は減ってはいるんですけども まだ、まあ、なかなか入りづらい商品もありますので何とも言えない状況かなと思いますピーク時よりは回復したものの手に入らない場合は医師や患者と相談しながらさまざまな対応をとっているといいます。 10日分出た場合先に患者様に5日分お渡しするなどの対応を取っていますその間にちょっと近隣の薬局のだと融通を聞かせ合ったりさまざまな方法を取りながら患者さんにお薬が届くように対応してまいっています副作用が少ないとされることから妊娠中の人にも処方される漢方薬一体なぜこのような事態になったのでしょうか

漢方薬に関する知識が少ない医師が、安易に処方するケースも見受けられるということです。せき止めだけでも、私知る限りでも、もう十種類以上の漢方薬ありますから。一緒に、だから勉強するね。あのお医者さんが増えればいいかなと思っているんですよ。